では、そろそろあのまとめに入っていきたいと思うんですけれどもいろいろとお話を伺ってまいりました村尾さん、はい、東尾さんご一家そして正人さんご一家は、はい、いろいろあのお話を聞かせていただければいろいろあると思いますが間取、ま、りのお作り方とかそういったものであの皆さんが楽しく住めるようなあの家になるのかなと思います。 ということでですね、はい、東尾修さん、莉子さんへの二世帯住宅のご提案をご用意しております。はい。間取りがあるんですか。はい。提案ってええー。<laughs> すごい、ありがとうございます。<お>はい。え、ちょっとっ、らご覧になってください。ちなみに、これ、何坪ですか、これ。 これ建物で行くと八十坪ぐらいあると思います。土地で行くとこれでそうです八十坪が同じようにあるます。八十坪。何平米ですか建物で八十坪ですので大体たい二百平米ぐらいある。二百は超えてますね。はい。トレーニングルームとかパパ絶対使わないって欲しいとおっしゃってましたよ。トレーニングルームが欲しい。欲しいだけで言うだけで使わないタイプ。 実際あの今回娘夫婦同居という形になりますので夫同居という形ですねなりますのでえ中のあの行き来は割としやすいような形になっています1階でもつながってますし2階でもつながっていますはい色分けをしているんですがえピンク色のところが親世帯のところですねで青が子世代という形になっています。 真剣に見てる。で1階のところにですね、あのタバコルームといって、あの先ほどお話ありましたあの部屋がこちらに用意されていたりとか、あとはトレーニングルームというものもあの北側に作っています。こちらはトレーニングかまあちょっとこれサウナがないんで、どっちかですよね。そうですね。それ以上贅沢です。サウナですね。はい。サウナが欲しいでしょ。そうですね。あとあの子育てがあのまあサポートできるようにということで2階の ところのお子様のお部屋がありますが、え親世代からも行けるようにもなっていて、はい、そういう形で提案させていただいてます。ダイニングキッチンがそれぞれにあるんですね。そうですね。はあ、なるほど。これであれば一緒に食べたりと、かこの1階の我々のところっていうのはリビングが12畳でダイニングが19畳、もうちょっと狭くていいか違うと。あ、わかりました。として2人で、はい。広すぎます。広すぎるんじゃとて思うと。 <laughs> ちょっと若干、ね、分かります。<laughs> すごい贅沢な使い方ができるね。うん、実はあの模型も用意しておりますので、はいえー、ご覧いただきましょう。模型を模型はい。保険 <laughs> 失礼いたしました。<laughs> 保険っ<的> <laughs> 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 あもう懐かしい。すごいこれ大好き。あ太陽光もついてる。まあすごい。ちょっと開けてていいですか？ はい、あの外せるようになっておりますので、はい。かなりこう想像できる感じですよね。模型を見るとより、そうですね。あの、うん、中のつながりとかがより分かりやすくなっていると思います。はい、いかがですか、りこさん。見てみて。<laughs> もうかなり真剣ですね <laughs>。大好きなんです。いや。 可能なんだなって思いました。そうですね。あの、うん、なて今、な,なん、ちょっと今。不可能だなって。<笑><笑>え、玄関二つあるんですね。そうです。玄関は、<あ>はい、そうですね。はい。で、<ー>一応中庭があるので、こちらで、あの、東尾さんを、お孫さんとキャッチボールできたりとか。はい、あの、そんなことできると、いいかなと思ってます。本当だ。おさむさんはどうですか。 いやそ空なんていうかこういうとか夢みたいというか理想ですよね。どのぐらいかかるかね。いやそうそうですよ。ただではないのでどうせかかる。ただとは言わないけど。ええそれはいや。負けてくれるのヘイブルハスさん。そうですねあのできるだけ頑張ります。はいできるだけ。はい。 おい話人の話聞けよ。<laughs> 負けてくれるってよ。<laughs> 耳の後ろ側で聞いてた。はい、ではゆくさん後ほどまたごゆっくりと、はいはい、ご覧いただければと思います。はい、それでは続きましてマサトさんご一階の二世帯住宅のご提案です。車のはい、はいはい、あのマサトさんのあのおーおー建物になりますと。はい 息子夫婦同居という形になりますので、えー、独立性を高めております。玄関の位置もあの少し離してありますし、一階には、えー、まあお父さんお母さんのみということで、えー、内部の行き来もあまり多くないような形ですね。あの独立性を高めております。はい、あのマサツさんお話ありましたようにあの車があの非常にあの好きということで、あのしっかり洗車ができるようなスペースを設けて、えー、まあここであればあのしっかりと 時間あるときにできるかなと思います。であのお話にあったんですが、あの矢沢さんがあのなかなかトレーニングができないなんていうスペースあことがありましたので、2階にあのトレーニングルームというものをあの作っております。はい。で最後あの3階のところにあのメインのリビングこれ41畳になるんですが、ーーえー、こちらを作ることで、えー、まあ、本当にあのまあ、1階に親世代様がいらっしゃって3階に生活すれば音の影響とか あのそういったこともありませんので、えー、非常に広々としたあの空間で生活ができるとあとお子様のお部屋もしっかり今19畳で取ってますいずれ将来分けて使うこともできますので、はい、そういった形でできるかなと思いますこちらもあの模型を用意しておりますので、はい、模型もご覧いただきましょう。 危なくなくということで、なるほどすごい。おいいですね。うん。かなりあの理想のお家でしょうか。うん。すごくその気になってきちゃいました。お。かっこいい。かっこいいですね。いいですね。いい。お。これなんかこう真ん中で二つに分けるタイプとこう海で分けるタイプとっいう感じですね。なるほど。 いかがですか。うん、いいね。ま、うん、あこれペットもちゃんと走り回れるようになってるんですね。はい、そうです。あの四十畳ありますしベランダにもつながってますので、<お>まあ上の階でかなりこう走り回ることができると思います。あのこの子供部屋がこんだけ広いといいですね。そうですね。はい。あ,<ー>あの今はこう広く使っていただいて、まあ将来あの分けて個室とすることもできます。うん、あと親の部屋。うん、そうです。一階にあります。 それであのこのキッチンっていうのがススペースっていうことですね、はい、一応です3階にもあるんですが、うん、あもし一緒にお食事をるときは1階で降りていただいて階段とかあの、はい、やっぱり年齢がいくとね登、ね、ったりっていうのも大変だと思うんでそういう意味では1階で両親があの落ち着いて生活できて上、ね、の階でやっぱこう生活私たちがするっていうのはとてもいいですね。 あの玄関の,その生活の時間帯が違うということがありますのでそこは1階の玄関の位置を少し離してあげてやっぱりこれだけプライベートがしっかり分けられるといいですね。いい そうです、ね、あのー、あとは値段ですよね。気になるところであると思うんですがその辺りはねまた後ほどゆっくり伺っていただくとしてはいということで話を進めてまいりましたが今日は二世帯住宅の相談会東尾治さんリ子さんいかがでしたか、あのー、家を建てたんですけれどもせもう2年1年半2年ぐらいになるんですけども あの計画してる時に子どもができたので子どものことを考えはしたんですけどもあのこう介護のことを考えなかったんですよね。うん、であの親もそうですけどちょっと主人も介護の年齢があれなのでもうちょっとバリアフリーとか子どもとこのバリアフリーと両方を考えてた上でのものができてる気がするので、うん、こう本当に理想に合った。 あのこの真ん中で分けて左右で、ま、真ん中でなんか表現しにくいですけどうん、うん、この上いやなんかこうすごいなできるんだなっていうのを思いました <laughs> ああすごい楽しいですこの考えるだけで楽しいですうん、うん、ニコさん前向きなようですけれどもにも取れますけれども <laughs> いかがですか <laughs> <laughs> いやまああとね。 いくらぐ、ね、らかかるかという点も考えます。<laughs> もう一つ前向きになるかどうかはね。後ほどゆっくり、じゃ、ご相談いただければと思います。正人さん、矢沢新さん、いかがでしたか。なんか、私、二世帯住居って、そんなに、こう、まだ、近い。 ところででは見ていなかったんです、ね、まあ遠い将来にこう考えてもいいかなぐらいだったんですけどなんかこういうふうに模型ができて図面ができてこう自分たちの思いがこう叶えられていてペットも子供も親のことも自分たちのことも全部こういうふうにプライベートが入ってるとああやっぱりいいねって <laughs> <laughs> ちょっとなんか安心感楽しみワクワクっていう。 なんか明るい未来がこう、うん、今,今回、聞けたかなって思いました。雅 <laughs>、はい、人さんは全く考えてないというふうに、ね、冒頭おっしゃっていましたけれども、はいかかがですかいや,でもやっぱりこれだけやっぱりあの自分たちのプライベートがしっかり守られているならば、まああのまあ、こっちの子供たちを面倒見てもらえるっていうのとやっぱり親も子供たちと遊べるし何、うん、かあったときは息子がそばにいるっていう心強さもあるだろうしまあ ちょっと考えてもいいかなっっていう気はちょっとなるほどね。いやいやあの彼はまだいっぱい将来この先も頑張って稼げるだろうし私との場合は将来があんまり長くはないのであのやっぱりそのね経費の点が非常に気になるというか稼ぐ期間が短いと思うので若干。 ローンが多分難しいな、ね、お前とこは人工のローンを組めないといいローンの話も出るぐらいかなりあの具体的に考えてねいらっしゃるということですねできるんだったら、うん、その本当に現実的に叶うものだったらいいなって思いますねなるほど。本当かそれは本当だよ、うん はい、<laughs> 2世帯住宅を考えている方にもまだ具体的には考えていない方へも実のある相談会になったかと思いますがここで皆様にお知らせがございます。どうぞこちらをご覧ください ということで、明日2月11日祝日と14日土曜日、15日日曜日全国のヘイベルハウス展示場におきまして、ヘイベルハウス2世帯住宅全員納得相談会が開催されます。村尾さんも相談員として参加される、はい、ということですね。はい、あの私も近くのあの渋谷の展示場におりますので、あのご来場いただいた方のあの相談を受けております。はい、はい、さあ、そしてこちらの。 大きな新聞広告なんですがこの新聞広告自体が相談会の参加券となっております切り取ってどうぞお待ちください大きな夢の詰まったお家選びには大きな参加券を持ってぜひご参加ください参加券は特設サイトからもダウンロードしていただけます東雄さんもまさとさんもぜひ今日の続きは相談会の方でお願いいたしますちらっとも言ってくれないの どうしても足、足を運ばせるわけ,ですけね <laughs> 伺いす。伺います。いやいや受けがいいそんなこといいけどあそうなの？後でまた裏でちょっと。<laughs> まぜひでも相談会の方もねあの周りの方にも教えてあげてください。村尾さん今日はあの、はい、貴重なお話をいろいろ聞かせていただきまして、はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。ヘイベルハウスの村尾厚介さんでした。 あり,ありがとうございました。したそして今日は楽しいお話をありがとうございました。それでは東洋はいもうあのー、おしまいの時間になってしまいましたはい <laughs> まだまだあのおくつろぎいただきたかったんですけれどもはい今日は楽しいお時間はありがとうございましたありがとうございました,ごましたすごくいい機会になりました,ました東洋サさんリコさん正人さん矢沢慎さんでした。